された NTT ドコモの第3世代動通信システム端末である。ドコモスマートフォンの一つ。OS は Android を搭載している。シャープが NTT ドコモに提供する初めての AndroidOS 搭載のスマートフォンである。クラムシェルタイプの形状で5インチの静電容量式の タッチパネル画面とトラックボール、そして本格的なクティー配列のパンタグラフキーボードを有し、ネットブックとスマートフォンの中間的な位置づけのスマートブックに近い。音声での通話も可能で、イヤホンマイクや、Bluetooth ヘッドセットを用いたハンズフリーでの通話となる。Android OS の機能であるブラウジング、Google 検索、YouTube、Gmail、 カレンダーやアドレス帳の同期といった Google のクラウドとの連携や Android マーケットやドコモマーケットのアプリケーションの利用ができる。それとともに m i x i 4 s h t w ート t s h ブログ投稿ウィジェットなど20種類のウィジェットがプリインストールされている。また液晶には Sharp 特有のベールビュー液晶機能が搭載されており、覗き見防止機能が利用できる。 日本独自の機能も多く、ドコモのスマートフォンとしては初めて、ワンセグチューナーや赤外線の送受信機能、ブルーレイディスクレコーダー連携機能が内蔵されている。電話帳では、インクリメンタルサーチにも対応している。カメラは530万画素の顔検出機能、オートフォーカス対応のカメラが搭載され、バーコードリーダーや名刺リーダー、 その他情報リーダーに応用が可能となっている。またメインカメラの他に内側カメラもある。カメラはオートフォーカスの他にホワイトバランス、手ブレ補正、位置情報を写真に埋め込めるジオタギング機能、連写、セピア、白黒モード、フレーム挿入機能などがある。フラッシュは高高度ド型 LED フラッシュを搭載している。 ROM は 512MB の他ストレージ用に 4GB が内蔵されており SD カードがなくても音楽や写真などを保存することができる。撮影した写真や音楽ファイルなどをワイヤレスでアクオス機器へ転送可能な DLNA サーバー機能も利用できる。発売当初の OS は Android を1.6であるがタッチパネルはマルチタッチに対応している。 通信規格では Wi-Fi や HSDPA 7.2Mbps、ハスーパー 5.7Mbps にも対応しており、高速な通信が可能である。また Wi-Fi では Ace や WPS で簡単に設定できる。また NTT ドコモが提供しているモペラ有効シュー LAN へも簡単に接続ができる。国際ローミングサービスワールドウィングに 対応しているが、3G ローミングのみとなる。ハードキーボードへは、ショートカットキーの割り当てができる。またキーボードの一つに検索専用のキーが割り当てられており、それを押すことで、Android の特徴である検索ウィンドウが立ち上がる。詳しくは Android を参照。Android OS の標準的なアプリケーションとして、Google 検索窓、Google マップ、Google ラティチュード。 gmail, アドレス帳 ,youtube, Google カレンダー Google トークピカッサ Google アース Android マーケットなどを搭載している。Android マーケットではこの他に、有料、無料合わせて2010年10月時点で、約10万種類以上のアプリをダウンロードし、利用することができる。またドコモマーケットでも SP モードアプリをはじめとした。 様々なアプリケーションやコンテンツを利用することが可能である。Android 標準の Gmail や Pop、imap メールが利用可能となる。Gmail や m o p e r a u メールを使った場合はメールはほぼリアルタイムにプッシュで着信する。発売当初は iMode メールは対応していなかったが2010年9月1日開始の SP モードが提供され iMode メールや iMode 絵文字 デコメール、デコメー文字が対応した。それまでは、imode.net モ,モバイルモードを使って、Web メールやアプリを使った方法で利用することとなる。ブラウザは、Android 標準のブラウザが搭載されるほか、Android マーケットで様々なブラウザをダウンロードし、利用することができる。Wikipedia 専用ブラウザ、2チャンネル専用ブラウザなども利用ができる。ありがとうございます。